おうち仕事が続いているあなた慣れない環境に戸惑っていませんか悩んでいることや困っていること不便だと思うこと少し話をしたいと思うことあなたが今日を少しだけ頑張れるように私に時間を分けていただけないでしょうか息抜き ちょっとしたおしゃべり、気分転換。お家で働くあなたのために、お家仕事メイト、ミズワーク。まもなく始業時間です。では、本日も私と共に仕事に励みましょう。 おはようございます早速ですが先日提出された報告書確認しました内容に問題はありませんでしたがあなたの所感通り先方の要望を取り入れて提案内容を調整した方がいいでしょう対応よろしくお願いしますそれでは本日も通常通り業務を進めてください午後はクライアントとの打ち合わせが入っていますね わかりましたこちらも大きな問題はないかと思いますが何かあったら報告してください他に何か気になっていることはありますか私ですかええ確かに今日はスーツではありませんがなぜそんなことを聞くんです服装に悩んでいる なるほどそういうことですか自宅で仕事をする際の服装については私も随分悩みました今までは TPO に合わせたスーツの色やネクタイのことしか考えていませんでしたから職場の皆さんも同じような悩みを抱えている方が多いようですええ、うん、もちろん私でも悩みますよ 最近は在宅勤務の服装について特集しているウェブサイトもあるので参考にするといいかもしれません私が見ているページの URL をお送りします今日のように社外の方と打ち合わせがある場合は少しビジネスを意識した服装にしてみてはいかがでしょうか服装について私がアドバイスできることはこれくらいです あまり力になれず申し訳ない私が素敵だから参考になるのですかありがとうございますそんなことを言われたのは初めてですいつもあなたの前ではスーツですから新鮮に映るのかもしれませんねちなみに会議や打ち合わせでは 私はジャケットを着用することが多いですすぐに切り替えられるアイテムを用意することも一つの手かとうん少しよろしいですか今のあなたはとても清潔感があって表情も明るく見えますクライアントを相手にしている時と同じ優しさと気遣いを感じますし話も上手なので 私もリラックスして話すことができています画面越しということもありますし身だしなみを過剰に気にする必要はないと思いますよ服装やメイクに関しては問題感ですが客観的意見を述べさせていただくと今のままクライアントと打ち合わせをしても一切問題ないと感じますそれに私とは違いあなたの柔らかな雰囲気は話しかけやすく社内でもいつもあなたは「 みんなから頼ら頼れていいるように思いますどんな格好でも画面越しでもあなたが持つ気遣いの心はきっと変わらないと思いますよ。思ううにああなたは人を引きつけるる力があるのでしょう仕事の評価はもちろんですが実際に数字として出ている成果以外にもビジネスを行う上での能力が高いと私は感じています。 それは例えばあなたの持つ誠実さや気遣い相手の立場に立ってものを考える力そういったものが人々の心を癒し安心を与え作業や会話をスムーズにしてくれている私もあなたの何気ない会話に今まで何度も助けられましたええ。新入社員が増える季節 社内行事が多い時期クライアントとの打ち合わせが難航した日大変な状況の中でもあなたは周囲を励まし笑顔でいてくれました私は笑うことが苦手なのでその笑顔にとても助けられましたあなたには私にはない力がある周囲を優しい気持ちにする不思議な力が そんんな風に思うんですつまりあなたが不安を抱く要素は何一つないと思います <laughs> 今朝はあなたの悩みを聞くことができて非常に有意義でした何か困ったことがあればいつでも力になりたいと思っていますどうぞ遠慮せず何でもおっしゃってくださいそれに これからもあなたのことは頼りにしていますうん急に声が大きくなりましたねどうしました私は事実を述べただけです大丈夫ですかいつもと様子が違うようですがそうですか参考になったなら良かったですでは 本日も一日よろしくお願いします。